よ。快速第何条でもいいや。罰ゲームに抵抗しちゃダメなんだからさ。大丈夫、別に怖いことなんか何一つないんだよ。何する気だよ。これは一体何の真似だよ。もうだから言ってるじゃん、罰ゲームだよ、罰ゲーム。ケイチ君が忘れた宿題の罰ゲームなんだよ。罰ゲーム、何する気だよ。そうだね、じゃあ富武さんと同じ罰ゲームで、このためにせっかく家から持ってきたんだから。それってケイチ君とぼけてるね。うすうすは気づいてたくせに。監督が来る前にさ、これだけはね。兄ちゃんほら早く。分かってるって。じゃ早く元気になーれ、ミオン。うん、じゃあ次はレナの番だよ。みーちゃん、マジックかし。レナ、ちょっとケイちゃん。みーちゃん、ケイチくん、やめて、どうしたの。このケイちゃん、このでも
大丈夫、大丈夫だよ、怖くなんかない、ほら大丈夫ね、ケイチ君。私は怖くなんかない、ケイチ君を傷つけたりしない、大丈夫だから、大丈夫、大丈夫だよ、ほら私の手を取ってね。ケイチ君を温めてあげることができるから。大丈夫、私を信じて。世界を、幾重の惨劇の果てにある幸せな世界を夢見てもいいでしょうか。さあ心を落ち着けて、もう右腕がしびれているだろうけど、頑張って振り上げよう。一つ振るたびに忘れるんだ、親切が嬉しかった、愛らしい笑顔が嬉しかった、頭を撫でるのが好きだった、そんな君がはにかむのが好きだった。これで最後だから、これを振り下ろせば忘れてしまうのだから、君に送る俺からの最初で最後の花束、ひょっとすると俺は君のこと